からになりました。1番人気習字は絶好のスタートを見せています。先行争いはさあ今日がラスト重賞、竹幸四郎カオスモスが上がっていった白い帽子1番、その後ろ外緑の帽子が1番人気習字です。AM 対抗これをかわしていきました。前3頭1でその後ろ3番人気のブラビッシモは竹豊です。2馬身切れて黄色い帽子のムーンプレスと外からはミッキーラブソングが行っている。内々2番のトーキングドラムで黄色い帽子ロサギガンティアも列開していきました。さらには大新サンダー上がっていって昼のデイバロー、後方2頭は置かれました。オレンジの帽子のメドーラークとながらオリオン最後方で 3,4 コーナー中間点です。先頭はカオスモスです。さあ竹幸四郎ジョッキー生活20年、これが自身最後の重賞レース、デビューの自半身で悔いなき走りをターフに刻みます。竹幸四郎カオスモスが先頭です。習字は現在3番手、川田優雅は持ったまんま、外からミッキーラブソング、さらにはムーンクレスト上がっている、内からはブラビッシュも虎視眈々狙って4コーナーから直線コース。さあ先頭はカオスモス、 DM 対抗並びかける、外から習字とミッキーラブソング、さあカオスモス粘っている、大歓声が竹幸四郎の背中を押すが、内からトーキングドラムが一気に抜けた、外から昼のデイバロー、習字は伸びない、7番習字は伸びてこない、先頭昼のデイバローか、さらにはトーキングドラム、ながらオリオン3番手、トーキングドラムか、昼のデイバローわずかに内、トーキングドラムか、ゆきひであきやりました。対打ち抜けて鮮やかにトーキングドラム、昼のデイバローとの争いでしたが、わずかに内トーキングドラムが制したか。外から昼のデイバローとこの2頭の争いになりました。勝ち時計は1分21秒4という競馬。さあ昼のデイバローかトーキングドラムか、高橋さん。はい、いや習字これ伸びませんでしたね、直線。そうですね、前半3波の33秒8ですから、はい、まあ、割と速いペースでは流れているんですけどね、まあ、その行為の、その前2頭を生かして行為でうまくこう折り合いをつけていたように見えたんですけども、そこからちょっと4コーナーではもうちょっと手応えが怪しかったですね、はい、そこからも全く伸びを欠いて後退する形になってしまいました。まあ、今日は過去最さあレース途中からですが、ここから人気の習字それからロサギガンティアがもうこれ後方伸びきれずということで、これは細井さんありましたね。そうですね、まあ、習字ちょっとやっぱり太め残りはもちろんあったっていうのと、前半ちょっとやっぱりかかってしまった部分もあるのと、やっぱり敵距離は1002だと思うので、一波論前走勝ってますけど長いのは長いんですよね。で条件的に厳しい部分は安藤さんだったんですかね。でもここまで走んないと思わなかったね。そうですよね、またすごいですよね。スピードの勝負になってないですよね。持ち時計のない6歳以上が上位独占なんで、はい、カオスモスは10着ぐらいかなということで先頭行きましたけどね。見せ場はね、はい、これご覧ください。3連単248万馬券ということになりそうです。ながらオリオンはしんがり人気ですからね。そうですね、初芝ですからね。はい、初芝で、はい、確定までしばらくお待ちください。さあこの後は G2 中山記念の発送です。